さあ、行くぞ。皆さんこんにちは、リュウガリとハロウィンです。今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けちゃいましょう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。名曲じゃない。こちら、相馬さんからいただきました。ありがとうございます。今日仕掛けるドッキリなんですけれども、はい、うん、コーヒーだけでーす。またー。俺これやってなかったわって思ったの。どれ？今朝思いついて、まあこう、こうね、コーヒー、村井さんがね、飲んでるコーヒー、はい、最近ね、村井さんロング缶飲んでるんですよ、はい、この中身を、うん、あの先日ね、うん、あのパンに入れ替えたじゃないですか。パンに入れ替えたベースのね、そうそうそう、これ村井さん嬉しそうだったじゃないですか。嬉しそうだったね。ね、うん、だから、うん、村井さんが、好きなものをどんどん詰めていこうじゃないかということで、はい、おー、いいじゃん、優しい。そうそうそう、今回こちらです、うん、納豆好きなの？本当に本当に言ってんだろうな。好き好き好き、マジで。だからシンプルそういうドッキリ。ねえ、夏もうちょっと夏、それ以上言うことないじゃん。それ以上言うことないじゃん。納豆をここに入れるって。いや、でも初めて見た人いるからさ。ああ、そうだ、これをどうするのかなって思う人、ね、そうそう、言うかもわからないけど。ああ、確かに。そうそう、最近食べるのとかさ、慣れてきちゃったから。そうそうそう、これどうするんですか。ですね、まず村井さんのコーヒー、うん、村井さんコーヒー飲んでますと、うん、で村井さんが席を立った隙に、うん、そのコーヒーを奪って、うん、中身に納豆を入れて、うん、で、うん、入れ替えそれだけ。やっぱそうだったか。簡単だね、簡単ですね、うん、やっぱこういうドッキリがいいよ、簡単な。そうだよね、うん、シンプルシンプル、そうだね、はい、なんで納豆が村井さんが好きだからですか。あ、そうそうそう、なんか納豆ネバネバとかいうゲームをリリースされたとかじゃないんですか。いや、全然全然案件案件じゃないですね。案件ないですね。案件じゃねえよ。普通に村井さん納豆好きだからってことなんで。その納豆ネバネバ知らないよ。知らないけど、そういうゲームしていきましょうとかじゃないのね。違う、ネバじゃないんですけど、今アマゾンギフトコードのプレゼントキャンペーンやってるんで、ぜひそちらをね、参加してみてください。キャンペーン始まっちゃったじゃねえか。まあ入れ替えたらどうなるかシミュレーションしてみようか。しましょう。仕事仕事、私はマックス村井、トイレに行くはい、行けよ。仕事仕事、私は仕事に戻った。あ、私は喉が渇いたからコーヒーを飲む。ブーブーでば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 もしかして納豆嫌いだった？納豆大好きです。ありがとう。優しいよ、健康で。ありがとう。スポーツ後みたいですね。くらえ。というわけで、はい、入れ替えたいんですけども、うん、まあ、さっきシミュレーションではここに直接入れてたけど、どうしよう。こう入れて、うん、もう入れ替えた方がいい気がする、今回に関しては。なんか事故ありそうじゃない、納豆だと。ほんと、いや、なんか俺こぼしそうなんだよな結構。事故もさ、うん、事故もそれじゃん。よし、向こうでやるか。やろう。さあ、行くぞ。あれ、さっきまで村井さんいたよね。どこ行った。いつの間にいなくなった。一緒に動画見てヘラヘラしてた。気づいていなくなった。どこ行った。今がチャンスか。今がチャンスだから。いや、すぐ戻ってきそうだな、怖い。一応ご飯も用意した。さすが、しかも麦ご飯うまい。これは友竹さんのコーヒー。これ友竹さん、ちょっと行こう。よっ、ゴー。で確かにこれ一人しかやると。あ、ハラミさんも作るんだ。オッケー。そうだ、箸が一本しかない、やばい。どうしよう、ちょっと用意して、どっかで箸あった。これタレは、なぜか村石の作り部にあったんですか、タレ。村さん、失礼します。失礼します。入れますよ。はい、どうぞ。入れます。あれ、これ村さんコーヒーじゃないよな。あ、びっくりした。違いますよ。よし、全部入った。全部入った。何一人楽しそうに言ってんの。一人楽しそうだな。はい、柱の3パック全部入れろ。これ、うん、なんかルーティー入れた、うん、ミニゲームみたいな感じのアプリ出たら面白そうっすね。ネバネバな割れずに納豆を入れろみたいな。納豆ネバネバとうとうリリースされる。納豆ネバネバでドッキリなんか入れてみたい。いや、これこうだ。どうやって入れた。こうやってない。あ、もうそうやってパワープレイで。パワープレイ、パワープレイ。これこぼれるかもしれないけど、はい、これこれ。皆さん、納豆ネバネバ事前登録受付中です。概要欄のリンクから事前登録してください。案件じゃねえよ。納豆ネバネバの案
ケじゃないですか、ね、案件じゃねえ、案件じゃねえの、これ納豆デバネバ、違うから、納豆デバネバ、まあ、麻雀ソースもじゃなくて納豆デバネ、納豆デバネバ、いやーって猫がいるんだ、猫いる、猫いるんですよ、ちょ、一応ね、卵買ってきたんですよ、はいはいはい、卵入れた方が美味しいじゃん。卵かき揚げアイテムですか？かき揚げアイテム。かき揚げアイテムですか？卵。卵かき揚げアイテム。卵かき揚げアイテムですね。かき揚げアイテム入れます。入れよう。かき揚げアイテム入れよう。うわ、怖っ。あ、怖い怖い怖い。あ、怖い怖い。おー、うまい。うまい、ナイス。うまいぞ。卵かけますね。OK。あ、ほんとだ。そのまんま卵がある。シェイクした方がいいんじゃない？閉めて。OK、OK、OK、OK。いいいいな、寝てるって言ってるうち、メリーメリーさあ、いい子もいい、よし、もう大丈夫、よし、間に合った、よかった、数分出てこないじゃん。マジで傾けても傾けても到達しなかったぞ。ちょっとカカカカカ。納豆だ。うめえし、うめえ、うめえな、納豆うめえな、優しいっすね、優しい、最高だな、納豆最高だ、そう最高だ、ご飯が欲しかったな、ご飯があったら、ごめん、え、まさか師匠、まさか、おお、チンしてまいりました、俺天才、天才、どうぞ、パカ、パカ。おー、熱い、あーちちちちで、はい、箸がねえじゃねえかってなるじゃないですか、はい、安心してほしい、私は自分のキャビネットに箸がねえじゃねえか。村井さん、そんな箸がなくて納豆食べれなくても納豆ネバネバをプレイしてみんなに納豆食べましょう。何それ、イエーイ、何それ、何こと、ないだろ、そんなゲームプレイです。え、そうっす、これから納豆ネバネバをみんなでプレイしよう。イエーイ、何それ、嘘、え、納豆ネバネバってゲームあるの、はい、はい、本当にすげえ、案件動画ですよ、嘘みたいな、これ案件動画、嘘みたいな案件動画、卵課金アイテムですよ、嘘でーす、そんなにそんなアプリありません。何その顔、その顔かい、めっちゃ落ち込んでる、その顔何やりたかったんだ、やりたかった、めっちゃ信じた、すげえ信じた、めっちゃやりたかった、納豆ネバネバってゲームがあるんだと思った。箸が確かあったはずなんだよ、ちょっと待って、箸が確かあったんだよ、私一個あったんだよ、箸がさ、村さん、村さん、ちょっと待ってください、何村さんの箸、さっき使っちゃいました。待て待て、それ嘘だろ、絶対嘘だろ、いや、本当嘘、嘘の嘘重ねだろ、納豆混ぜるときに箸一本足りなかったんで、そこにあったやつ、おいおいおいって持ってこい、その箸、いや、もうごめん、なんで捨てんだよ、取っとけよ、焦ってたから、あ、焦ってた、え、あ、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、カキアイテム、カキアイテム、ありがとうございます、天才的な、え、高い箸もらえるでしょ、コンビニで納豆ネバネバ、そうです、納豆ネバネバ、価格設定がおかしいですね、おかしい、崩壊してる、
いいっすか、いいっすか、いいっすか。ずっとおぉ、すげえ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 、なんとでもないからモバイル、おぉ、すごい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 、さすがこれ3個分ぐらい入ってるどれぐらい入ってるさすがさすがさすが、納豆よく食いますやっぱ、結構食います、納豆好きだから、あ、よかったよかった、嬉しいね、とんでもない量の納豆すげえこうなりました、カレーみたいなビジュアルになってるんじゃない、うまそう、じゃあいただきます、はい、私納豆大好きだからいただきます、うんうんうまいよかったよかったね、このものなんか入れてない大丈夫、はい、幸せな時のね、うんうん、今回まさかこんなに徹底でできると思ったの、思ってなかったね、3回できたね、できたできた、3回徹底でほんま幸せだよ、ね、まずちょっとアプリを信じるってのめっちゃ面白いいや、めっちゃネバネバ、めっちゃそうなんだって思っちゃった卵は課金アイテムとかありそうとかありそうですよね、すげえありそうと思って、ありそう、卵は課金アイテム、まあ、だろうねみたいな海苔も課金アイテム、海苔も課金、ネギも絶対課金、間違いない、ネギとか課金アイテムはい、うん、じゃあ続きはひらがなポンクで食べるよろしくお願いしますただいま Amazon ギフトコード10万円分が当たるキャンペーンを開催しております、皆さんぜひとも概要欄のリンクからご参加ください、お待ちしております。